井口博夫は日本の科学者。君党は文化勲章。学位は理学博士。東京大学名誉教授。日本学士院会員。文化功労者。東京大学理学部助教授。東京大学物性研究所教授。分子科学研究所教授。分子科学研究所所長。岡崎国立共同研究機構機構長。国際高等研究所副所長。 豊田理科学研究所所長などを歴任した。1927年2月3日、広島県広島市段原生まれ、炭素原子の持つパイ電子の重なりにより、有機物質内の分子間で電子が移動し、導電性を示すことを実証した。東京大学分子科学研究所、国際高等研究所、豊田理科学研究所などで研究に従事した。 2014年3月20日没。赤松秀夫と共に終戦直後から進めたビオラントロンの研究を通してその半導体としての性質を実証。有機化合物は電気の絶縁体という従来の考え方を覆した。導電性有機物質の科学を発展させ、有機半導体の概念を確立した。この分野は白川秀樹の導電性高分子の研究へと、 つながった。父の井口豊八郎は、広島高等工業学校教授を務めた。兄の井口真貴郎は、元名古屋高等裁判所長官。ありがとうございます。